え皆さんこんにちは。柳谷三之助です。落語に関するポッドキャスト新シリーズ、題しまして、『商点からの脱出』、ライブで落語を聞こうぜの第5回目でございます、えー。コロナ禍でまだまだライブは厳しい状況でございますが、今のうちにしっかりと寄せや落語会の楽しみ方を抑えてもらって、来たるべきその時に一気に飛び出していただこうという内容になっております。今回の内容はですね、 上石工業の仕組みについてお話をいたします。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。ちょっと言葉の整理からしておきましょうかね。まあ我々寄せ寄せって言うんですけど、まあ、寄せのことをですね、まあもう一つ小狭く言い表す言葉に上石っていう言葉がありますな。 えー、定める席と書いて定石でございます。えー、これはですね、元日から暮れの29日まで毎日興業している上内の予選のことを 定石というんです、ね、まあ大きな意味で寄席と言いますと一日だけやってるホールでの落語会も何たら寄席なんて言ってやってますから定席と言いますとまあ皆さんの頭の中に浮かべていただきたいのは鈴本演芸場であるとか浅草演芸ホールであるとかあそれから新宿の末広亭であるとか池袋演芸場まあ国立演芸場も入れてもいいかなそういう毎日やっているうー寄席のことを定席ここを一つ押さえといていただきたいんですね。 でまあ、この定石の講演は一月を10日ずつに分けましてつまり3つに分けられるでしょいわゆる上旬ですな。 あ世間で言うとこの上旬1日から10日までの工業のことを上席そして11日からあ20日までの工業のことを中席そして21日から30日までの工業のことを下関と申しております。えー、このルールでいくとね、 まああのー、大の月っていうんですか31日まである月ってのがあるんで1日余っちゃうんですけど寄席はね31日までは基本的にやらないんです30日で終わりでそしてその31日残った1日のことをですねまあなんというかというとまあ余一という余る一つ と書いて夜市ってっ言うんですねでこの夜一の日はまあ特別興行が行われることが多いですえ毎日やっている寄せなんですけど31日だけは、まあ、特別興行1日だけの興行をやるということがまあ多いですねこれはまあ、あのー、決まりきってるわけじゃなくてお休みをしたりする場合もあるのでねそれぞれの寄せのホームページとかそういうところをご覧いただくのがいいんじゃないかということですねえー、まあ言っている通りですね 基本的に寄せってのは休みがないんですよね。まあ年末にちょっと2、3日お休みをいただくとか、それ以外は、まあ,あずっとやっている。まあこれは安心ですよね。いつや、行ってもやってるっていうことがですね、我々の寄せの、まあ基本的なベースになっておりますんで、えー、今日やってますかなんて電話かける必要がないっていうところね。まあでも時間は結構変わったりもしますんで、えー、ホームページその他は、まあ一応チェックは必須かな。 そして今このコロナ禍でございます。今申し上げたのは今までずっとやってきた寄席のまあ大雑把なあしきたりというか流れを申し上げたんですがこのコロナ禍ではですね、いろいろ寄席も工業、えー、お休みしたりとか、えー、昼席、えー、お休みしたり夜席ちょっとこの日は休むとかそういうことがあったりするのでやはりですね、このコロナ禍においては今まで通りというふうにいかないんでね、えー、ホームページやなんかをチェックしていただ いただきたいなとまあこういうこと本当は申し上げたくないんですよ予選は毎日やってんですよこれで終わりっていうまあシンプルに行きたいんですけどあこれができないというのもコロナ禍の辛いところですなでまあ1年中やってるってことは季節感もございます、えー、やっぱりねお正月から始まるでしょ1年ってなこのお正月の興業ってのはま歌舞伎で言うとこのカムカオミセ業 というよううよなもんでしょうかね、えー、たくさんの話家がね、普段の工業よりもこう詰め込んで、えー、たくさん出るんですよね。うん、1月上関、えー、一番最初1日から10日までの工業。これい1月上関って今言いましたけど、言わないんです。 初席とこの場合はね特別な呼び方をいたしますなお正月のお一番最初の興行ですからこれを初席と申しておりますそれから1月中席にあたるところ1月11日から20日までの興行これも1月中席とは言いません、えー、二の席と呼んでおりますで1月下席はじゃ何かっていうと1月下席と平常通りの呼び方に戻るだから初席と二の席だけちょっと特別な呼び方をする ってててことを覚えておいいくださいね、えー、それからですねまあ季節感ってものがやっぱり寄せにはございましてね、えー、いろんな、まあ、イベントというんですかささやかなものですけどやってますな、えー、節分ねえこれ節分はまあそぞんとしいっていろいろ日にちがずれたりするんですが節分の日は講、まあ、座からお,お客様に向かってですねだいたい 中入り前後かなその辺のところを見計らっといて、その時にちょうどいた、楽屋にいた連中をですね、引っ張り出しましてですね、えー、特に末広亭なんていうのは、どこから引っ張り出してくるんだかわかりませんが、神下なんていうのがね、出てまいりましてね、えー、なかなか雰囲気があるんですよ。でまあ お客様の方へ向かって、種ま、種まきじゃね、豆まきをするという、こういう、で、その豆の中にはですね、豆だけじゃないんですよ。寄席の招待券とか、それから話し方、手ぬぐいなんていうのが混ざってたりしてね。え、それはまたお得,お得なんじゃないかということでございますね。で、よくはら、鬼は里、福は内なんて呼びますでしょ。寄せは、まあ、客席には鬼はいない。ということでえ、福は内しか呼ばないです。福は内、 グわ打ち、グわ打ちって言いながら、あのー、豆巻きをする。これはですね、節分においでになったお客様だけの特典でございますんで、えー、ぜひおいでいただければと思いますな。それからですね、えー、2000、 これ2000年だったから2000年の6月からでしたかね。6月の第1月曜日を寄選の日と勝手に決めまして、この日はですね、いわゆる定席の4件、上野、浅草、池袋、新宿の4件の寄せが入場料の割引をしたりするんですよね。 ええー。あのー、まあ、これは毎年いろいろですね、思考を凝らしているので、料金その他も変わってくるんで、やっぱりこれも直前にチェックってことになりますがね、予選の日めがけておいでになるっていうのもいいんじゃないでしょうか。映画の日っていうのもありますよね。チケットの割引してくれるね。それに、まあ、近い形で、えー、お得においでいただけますな、えー。それからですね、あとは何だろうな。ま、まあ、お盆工業なんていうのもね、結構華やかで各寄選えー、まあ、 まあ、書き入れ時っていうんですかね、えー、そういうこともあるんで、えー、豪華な出演者で出たりいたしますけれどもやっぱりね浅草の8月長崎と言いますとね吉踊りりっていうのがあります、えー、これはまあ新長師匠お亡くなったね新長師匠の頃からずっとやってる、えー、まあ普通に寄精の公儀をやるんですけど最後に大喜利としてですね、えー、踊りを皆さんに、えー、ご覧いただく結構時間割くんですよね。えー、だからまあ,あ なんて言うんですか予選の、いわゆる落語の講義は短めに終わりまして、そこからもう踊り三昧、カポレとかヤッコさんその他、もう毎年ですね、墨吉踊りの連中がえ稽古に稽古を重ねて皆さんにご覧いただくっていうの私もですね、えー、素人の頃はそれが楽しみで夏の浅草へ出かけてっておりましたがねえ、そういうような、まあ、いろんなですね、イベントがあるということを覚えておいてください。ただ毎日万然とやってるっていうわけじゃなくて、まあ、お客さんに来ていただくというね、 そういういまあ工夫ですな、まあ、住吉踊りなんて普段は一緒にやらない芸術協会の人たちも出たりするんでねこれまた楽しみだと思います。まあ、それぞれこれから先もいろんな思考があると思いますんで寄せのホームページやっぱりチェックですな。え興、ー、行を1日という単位で見ていきますとまあ昼席と夜席に分かれますね。で昼の鳥 夜の鳥1人ずつ置かれまして、まあ、鳥を中心にですねまず鳥が決まってそっから番組を作っていくということになりますか。でまあ寄席ですから話し家だけじゃなくて色物さんと呼ばれる漫才漫談記述それから曲芸紙切り、えー、音楽の方とかねいろいろ今いらっしゃいますよね。でまあ話し家に挟まってバランスよく番組が作られていくということでしょうか。 まあ、寄せの番組表っていうのをね、ホームページなんかでご覧いただければ、もう一目瞭然でね。で、まあ、前々回から、前回ずっと申し上げてますけど、寄選ってのは流れですから。ですから番組を見れば、あ、こういう流れで今回は続いていくんだなっていうなことがお分かりいただけると思いますね。この番組表から、 えー、通常の寄せ工業。この間もお話ししましたけどね。まあ、いわゆるほら、さら口とか中入りとかね、食いつき、それから膝前膝取りとかっていろんなのあるんですけれども、あの、こういう、こういうことはね、番組には書いてないですよ。それからね、番組には名前しか書いてないです、えー。この人が出てきて何をやるのか。つまり演目ですな。演目は書いてありません。まあ、ホール落語とか特別な回ではね、 まあ我々ネタ出しってなことを言いますが何をやるかってことを事前にお客様に公表してお約束をしてやるんですが寄席はまずネタ出しというのはありませんまあそういう特別な興行ではねやっぱり寄席なんかでも時々鳥だけは出すとかそれからまあ新作の、まあ、発表会とかねそういうものではネタを出したりしますが普段は出さないっていうのが基本です、えー、これはですね、えー、寄席ってところは当日芸人がフラフラっと学園やってきまして 当日に寄せを決めて、その場でやるとこういう伝統がありましてまあ、ですから、まあ、決めたくても決められないというところがありますが、で、このまあ当日ネタを決めるっていうことが下敷きになりまして、基本になりまして、まあ、その他のいろんなことがあると言っても過言ではないんじゃないでしょうかね。まずですね。 あの、楽屋にはネタ帳ってものがあります。ネタってことは皆さんもうね、えー、ま、もともとは我々の言葉だったんでしょうけども、一般的になりました。えー、私たちがネタ帳という場合、漢字で書くと、根っこの多い帳面と書きます。まあ、カタカナで書く人が、まあ世間で多いかもしれませんが、我々ネタと言った時には、根っこが太い。つまり、まあこれ縁起を担いだってことになるんで、当て字なんですけどね。そういうネタ帳があります。えー、長っぽそういね。 墨で書く帳面なんですよ。昔の大福帳のようなもんですな、えー。これはまあ、その日のネタをとにかく前座さんがどん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 記入していくということです。で、ページをめくればね、前に戻れば、あ、昨日こういうネタが出たんだとか、おとといはこうだとか、そうですね。まあ、取り替えちゃうこともあるんで、でもまあ、何日もこう戻れますよね。えー、で、まあ、 最初のページになっちゃうこともあるんでそういう時にはあの前のネタ帳を持ってきてって言えばすぐに届いてね前のネタを見るつまりねそうやって前のネタを送るっていうところからね我々のネタ選びっていうのは始まっていくんですな、うん、でまあそうですねもちろんその1日だけのネタ帳を見る場合はどういう見方するかっていうと前に何が出たかですよ うん、同じネタやっちゃいけないんでねそうすると「あこの人はこういうネタやったこうだなあだな」とかっていうこともありますうそれからねネタを見てるとね「あ今日こういうお客さんなんだな」ってなこともなんとなく分かっちゃうから不思議ですねっていうのは一人一人の話しかがまあそのお客さんの様子とかいろんなことで決めていったネタが並んでるわけですよね今日の初めからそうするとその流れを字でもっておった場合に「あ そうか、今日はこういう陽気なお客さんが多いから陽気なネタが出るのかなとか、しっかり聞いてくださるお客さんが多いから、ちゃんとこうしたネタが出てるなとかね。うん。そういうこともあったりするんですよ。あ、今日日曜日だ。なんつってね、ネタ帳に曜日は書いてないんですけど、そのネタ帳のび見て、あれもしかしたら、あれ今日日曜日あ,あ、そうだ、日曜日だ。なんて分かったりするからね。不思議なんですよね。 まあ、まず、やっぱりネタの重複を避けるっていうのが、まあ、ネタ帳の一番大事な使い方なんですけれども、もっともっと大きく前へ戻ったり、ね、前後左右、左右っていうのはあるかわかりませんが、あ見るとね、季節感っていうのが出てくるじゃないですか。そうするとね、例えばお正月になった途端にですよ、 えー、もう長屋の花見なんていう,う3月4月頃の話が出てくるんですがそうするとそれ見ておおもう長屋の花見が出てるよそうかそうかもうそろそろね春の準備春のネタもやってもいいんだなってなことが、まあ、季節感としてネタ帳を通じてて我々に伝わってくるとということもありますよねそれから最近こういうネタが流行ってんだなとかねそういう流行りすたりっていうのもありますしそうですねやっぱりネタ帳をまず しっかりと見る読み込むっていうのは、まあ、寄せに出て、落語一席やる上では、結構大事かなと思いますよね。ちゃんとお客様の今日のお客様に合うネタを選ぶっていうところが、まあ、当日決められるネタを決められるということの、まあ、一番の利点ですからな。あそこのところは大事なところでございますね。でそれからですね。 えー、寄せというのは番組通りに出演者が出るとは限らないという、ここもね、えー、申し上げておかなくちゃいけないところですな。来園という仕組みがありましてね、出演者が他の人になったり、それから順番が入れ替わったりというのが日常茶飯事で、えー、そうですな、ホームページは今、あれかな。 当日の番組をちゃんと出したりしてますかね。えー、だからそこを見れば本日はこういう人ですってわかるんですけど、その この10日間の番組はこうですって見た場合はね、なかなかその通りにはいかないんです。毎日誰かしらが入れ替わったり、えー、代大になったりということになりますのでね、そこは、まあ、申し訳ないんですけど、チェックしてから寄せに行っていただくというね。だって、目当ての人を追っかけていったのにね、出てなかったらそら寂しいですからな。そこのと僕に、まあ今はもうスマホでも何でも見られますから、一手間かけていただくといいんじゃないかなと思うんですよね。 まあ、落語協会は10日興行ということでやってますから、まあ、10日間ずーっと連続で出るということはなかなか難しいんですよどっかね他の仕事があったり旅へ出たりとかってことがある、まあ、なるべく繰り合わせて、えー、出演するんですがねいやむを得ずということがありますなでそれはやっぱり誰かにお願いをして入ってもらうとかちょっと夜仕事なんで俺本当は夜の出番なんだけど昼にちょっとあげてもらってとかねそういう結構自由自在なんですよ。 もう、組まれた番組の通りにやりゃ、やんなきゃいけないって、そういう決まりはないのでね、結構、まあ、あのー、入れ替わりますな。で、中でもですよ、鳥が、 大円になってしまうってことがあります。大バネって名をと言うんですが、寄せを跳ねるって言い方します。どうかするとバラすなんてね、大キャオルちょっとなきゅ寄せのバラシがこれからあるんだっていうのは、これから寄せで鳥を取るんだっていう意味なんですけど、まあそういう不調もありますが、まあ大バネってことを覚えておいてくださいね。鳥が大円になることを大バネと言います。これもね、ありえることなんですよ。 どうかすると10日のうちに2日とか3日とか代わりになっちゃうことがあるんで、鳥がね、目当てじゃなかったっていうとお客さんもショックでしょうから、ね、調べていってくださいよね。ええー。まあ、そうですね。だから寄席ってのはそういう緩さがある。 っていうところですよね。出演者が変わるかもしれない。それから演目がもともと決まってない。こういう中で、まあその日その日の瞬発力でネタが決まり流れができ、お客様に寄り添いながら、えー、落語の興行が進んでいくということが、これ寄せの醍醐味なんでね。えー、まあなかなかこういうの他にはないと思うんですよね。 だから、本当にね、寄生出かけていくときにね、うちから今日はこのネタやるぞ、なんて考えていくことは少ないですな。だって、考えていきゃいくほど向こうでね、ネタ帳を見て、ああ、なんだよ、誰かにやられちゃってるよ、なんてことになりますから、ね、あんまり考えない方がこちらとしても、まあ、精神衛生上いいんでね。だからそういうゆったりとした、まあ、きちんきちんと決める世の中ですよ、今はっきり言ってね。 だけど、その、その中でも寄せというところはね、我々出演者側もそうです。それから工業の側もそう。それからお客さんの側も、ちょっとね、肩に力抜いてもらって、ふわふわっと進んでいける。で、あるいはですね、まあ考えようによっちゃ、考え、なんかこう、あ、番組に乗ってない出演者が、突然出てきたっていうのは、一種の出会いというか、ご縁じゃないですか。 そういうものも、えー、お楽しみいただくというのが寄席の興行、定石の公演というものじゃないかと思います。はい。これでいいかな今日は。うん じゃあ今回はこれでお開きにいたしましょう。次回もまた違った視点から落語や寄せのことをお話しいたします。えー、こちらはですね、ポッドキャストでもお送りしておりますし、えー、この私が喋ってる、えー、映像のついた YouTube でも、えー、配信をしておりますので、えー、どっちもよろしい方で、えー、お聞きいただければと思います。チャンネル登録とか、それからお気に入りに入れていただくとか、一つよろしくお願いいたします。それではまた